ちは。こんにちは。ワンディー&ユーポンです。ということで今回はお正月、はい、ユーポン家が釣岡と一緒にお正月を過ごしてます、はい、他にも餅つきとかお雑煮食べたりとか初詣行ったりとかユーポンのチャンネルでも上がってるんで、はい、で今日は一番簡単な釣りをしてもらおうとユーポンに、はい、一番簡単といえば穴釣り、はい、そしてテトラだと危ないので見てください。こっから穴に入れれる超安全な釣りを選択しました。おーすげえ。そして、ジャッカルが釣り岡用の穴釣りをこうメッセージがあります。高見さんからメッセージ。釣り岡いいですか？ダメと思うけどもう高見さんが怒られるだけなので見せます。釣り岡くんからサンプル作ってみました。先々販売は全く未定ですか。ほら販売をするからやらしいことじゃないと。いやもうこれやらしいですね。でも動画の一つをネタとして使ったら面白かしくできるんじゃないですかと、はい、高見さんから連絡が来ました。ということでこれ今回は釣り岡カラーのこれを使って、はい、目標はユーポンが大きいの釣るの目標で、よし、頑張ります。頑張りましょう。はい、行くぞ行くぞ。おう、おう、行け行け。おやこや、はい、おやこや。じゃあ仕掛け作ります。はい。で、あのユーポンがちくわ大好きなんだって、うん、おー、なんかおっさんみたいな好みだけどちくわ女ちくわ女とか言ったんですよ。なんか一番好きな食べ物はって昨日普通に何気なく聞いたらちくわって言われたから、ちくわといえばあの魚で作ってます。はい。だから穴釣りで荒株大きいのいっぱい釣ってちくわにしようと。でも多分量は取れないから1本作ろう。ああそうね、食べてもらう、うん、でこのロット分解してここに肉をこうつけてこうやって焼けば怒られるわ。かわいい。ほらかわいい。めっちゃかわいいこれ、うん、本当や。へえ、かわいい。やるな、やるな。高見さん、高見さんじゃないと売れるんじゃない。高見さん本当やん。これがね、高見さんの策略なんだよ。別に売る予定とかはないですが、使ったら面白いんじゃないですかって渡しといて、俺らが売れるんじゃないって言って、じゃあ仕方ないなって販売するつもりなんで。あー、なるほど。高見さん言って、高見さんチャンスですよ。高見さんチャンスですよ。もう今ね、ジャッカル社員の人たちはね、もう大爆笑。はい、ユーポン仕掛けてきたよ。はい、はい、持って。ユーポンちゃん餌つけようかね。あれ、え、こっちやった。嘘だろ。はい、ありがとうございます。鼻も、じゃじゃん。鼻もかわいい。ぶら下がってる。何ですかそれ。これは鼻も、カツオの鼻も、大トロ。そう、大トロ部分だね、腹側の身だから。そうそうそう、カチンコチンやんけ。あ、でもカチンコチンが使いやすいじゃん。全部いくつもり。刺してから切ろうか。そうっす、さすが。そしたらつきやすいっていう。あ、うん、おいし、はい、ベテラン違うな。おばあし、おばあし、おばあし。はい、どうぞ。はい、着いた。もうちょっと本来だと潮が満ちてきてここら辺の穴に落としたら釣れるんだよね。ただ今日はなんかまだ潮が引いてたので、はい、ちょっと前に投げて釣ります。投げるの上手だったよね。行きますよ。ママポンが危ないよ。気をつけてくださいね。あ、おちょ、めっちゃ飛ばすやん。ちょっと待って、めっちゃ飛ばすやん。めっちゃ上手で、風強いからもうこのくらいでいいや。はい。お、結構やりそうな雰囲気だし。ほんとや。当たりはない。まあ、当たりはない。ちょっと調査部隊、マジお願い。はい。穴に入れまくって。お、おー、来た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 。ちっちゃ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 。
よいしょー、一匹目。これなんかアラカバと違うじゃないと。タケノコ？いや、違うわ。ちっちゃい。アラカバか。ちっちゃい。何これ？なんかね、ここね、4種類ぐらいいるんですよ、ね、魚が。アラカバとまたなんか別のやつ、ね。なんか違うっぽいよね。タケノコメバル。そう、それに似てるんですよ、色が。ねえ。イエーイ。ナイス。さすが。初フィッシュ。俺このサイズ買ったのも初めて。やったー、嬉しい。めっちゃ当たり取れる。でもこのサイズか。はい。だよ。これのね、大きいやつがいるからね。大きいやつ釣らないとダメ。え、これよりもっと大きいのあるんですか。そう。逃がします。釣れちゃった。めっちゃでかいの釣れたやん。釣れた、ほら。やばい、すごい。嬉しい、気づいてないな。気づいてない。ちょっとやばくね、めっちゃいいサイズ。やばくね、それ。わかった、おる場所わかった。マジ釣り方わかった。ゆうぽんちゃんも気をつければいける。お、いける。じゃあクーラーボックス入れとこうか。あー、なるほど。で、ちょっとゆうらさん、クーラーボックスからあれ取ってくださいって言って、ドッキリしようか。ドッキリしようか、ね、ドッキリしようか。この穴、やっぱ下がずっと空洞になってます。あー、なるほど。こうコン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 って入れていったら、なるほどね。で、これほら一番下にほらしてるじゃないですか。こうすると根掛かり回避するから。あー、なるほど。ちっちゃかった。腹綿使ってみる。使ってみましょうか、ね、あ、じゃあ腹綿、腹綿。おー、おい、おーい、おーい、釣れてんじゃん。でかくないですか。でかいじゃん。騙された。おー、すげーでかい。俺もう釣りしてたら、きた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 、でかい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 。そうか、カメラ撮ってなかったね。そうやっぱいるんすよ。いるやん。分かった、おる場所。マジ？じゃあ頑張って釣ろう。ちょ教えるね。ちょ来て来て、はい、ここの穴、うんうん、点々あるじゃない、うん、この下ずっと空洞になってるんですよ。だから入れてこうコンコンコンって言ったら結構奥まで入るんですよ。ほらおおおおおおお。で、ちょっと上げてこう待っとったら、この下に空洞があるんだ。ユーポン、やろう、やろう。あ、うそ。だからこう動いてたんだよね。あ、じゃあ、おお、マジか、マジかよ。あ、来た。あ、違った。相当、マジ、さっき見よりでかいかも。マジで、マジ、やば。どっつ、頑張ろう。入れて根掛かりしたと思って、こうしちゃったら、ここ。たまにね、ちょんちょんと誘ってあげて、ここにいますよーって。ここにいますよ。ユーポン、ここにいますよーって。ユーポン、ここにいますよ。いらないで切れますよ、ね、おー、来た。いる。落として。そう。でも魚の引きは感じれた、さっき。はい。ああ、結構重かったねえ。ギャンって曲がったもんね、竿。けどなんか取れちゃった。来るといいですね。ねえ、来てほしいね。でもなんか今の感じだと釣れそうな気はするよね。なんかいそうな気がする。ちくわ、ちくわ食べたい。じゃあ、あの自己紹介欄に好きなものはちくわって書いてます。あ、なんか書いてます。書いてんだ。なんかのやつにちくわって書いてる。もうちょっとなんかこう、パフェとかさ、じゃなくてちくわの。ちくわってどこの親父だよ。よらしい、はい、でかいの釣れたよ。でかいの釣れたね。ねえ、釣れてた。おい、釣れてた。釣れてたってなんすか。おい、ちっさ、ちっさ。いや、根掛かりしたの前、説明します。僕は根掛かりをしました。はい。キム君が釣りました。おー、竿を置いてました。はい。
根掛かり取りきました。それ根掛かりじゃなかったんじゃないですか最初から。違う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 、あれ、ね、根掛かりか根掛かりじゃなくて根掛かり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 か魚かか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 ネガカリと魚も分かってらっしゃる。キムが悪口言ったよ。言ってない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 。今キムが悪口言った。言ってない。ヨーライさんが言った。メガネニオートランティン言った。それヤバか。それヤバか。ちょっとあるかね。さあいる場所分かったから、あとは昨日ね。俺入っていくもんこの穴。チャイチーチャイチーちっちゃい釣れた釣れた。ほらユーポン見て、チャイチーかわいいユーポンサイズユーポンサイズゲットそんなちっちゃくない、でかいのでかいの釣ろうね、でかいの釣ろうね。頑張ろうユーポンも頑張ろう。頑張ります。今日はちょっと一匹釣りたい。一匹釣ろうね。はい、大きいの絶対無理だと思って言った今。いけるいける頑張ろう。頑張ろうね。頑張ります。はい、リリースリリースさよなら。さよなら。お当たってる当たってる当たってる。ギュッて持ってた。いけ。ああ惜しい惜しい惜しい。ちょっと釣れる釣れる釣れる。おスポン、やらかした。もう明らかに重いなぐらいまで待ってからやってみようか。はい、お当たってる当たってる当たってる、また当たってる。重くなったら上にピッて上がって、持ってたわけで持ってた。あ、もう食ってるかな。ギュッてやってみて、俺やってやって俺やって、負け。うわあ、惜しい惜しいよ。頑張れ、釣れる釣れる。あ、当たり当たりだ当たりだこれ。はい、多分これ釣れる。はい、待って待って待って、釣れてる釣れてる、いけいけ。うわあ、でかいでかい。うわ、でっかでっか。はいはいはい、大丈夫大丈夫大丈夫。ユーポンやったじゃん。釣れた釣れた釣れた。ユーポンやったじゃん。やった。ユーポンが釣ったよ。えー、うまい。やったー。やったやった。ナイスユーポン。初めて。ちくわにできるよ。やった、ちくわの材料。持って帰れる。やった、ちくわゲット。よかったね。ちくわじゃないよ。これはアラカブね。アラカブゲットです。おめでとう。おめでとう。今自分のカメラにも。はい、釣れました。おめでとう。やったよ。やった。釣れるかなって不安だったけど、よかった釣れて。初ゲッツ。初ゲッツ。ユーポンも釣ったよ。ハヤポンも釣るよ。ハヤポンも釣る。さっきね、ユーポンが当たり合ってる中ね、密かにこっちも当たりが合ってる。よし、カニ釣れた。ああ、もう一回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 。どうした？カニ？カニ？カニ？何ガニだった？大きいやつ？でも、こんぐらい。あ、マジか。でも、なんか重いなと思ったらカニが捕まえてた？カニがこうやっとカニーって聞こえてきた。よっしゃー。わー、ちょっと待って、引っかかっちゃった引っかかっちゃった。でかかったね、今の感じね。あ、ついてそう。分かった、ほら。ああ、泳がせて、一回ちょっと置くわざと。そうそうそう。多分ね、開いてる感じがする。あ、ほら、あ、ついてるわ。ついてる？ついてる。ってことは、ってことはちょっと待ったら出てくるかも。出てきそう出てきそう。エラ開いとるんでしょうね。ね。一回完全に油断させて、あれやっていきなりやるとか。一回油断油断。遠く見て。はい、遠く見て。いやー、正月。正月、そうそう釣りしてんなーと。
からのアイス。ダメか、全然ダメ。もっと油断が足りなかったね今ね。いやー2019年ね、一発目穴釣りってね、まあ、沖のね一匹釣れてますけど。そうだね、俺たちらしいっちゃらしいよね、大物じゃなくてこういう近場の。近場ね、楽しい。近場も行きたいけどね、アマゾンとかも行きたいね。よし、一か八かあるかもしれんからね。あ、おそんなに大きくない、そんなに大きくない。あ、恥ずかしいやつや。これは、あ、リリースだね。あ、でもナイス。赤いね。いやー、ね、ちょっと途中入れ替わったね。入れ替わった、入れ替わった、確実に。あれ最初だってでかいって言ってたもんね。いや、うん、そうそうだよね、でかかったからね。だから絶対入れ替わってるよね。油断してる時に一回外れて、外れてちっちゃいのがくるってきて。そうだよね、だって絶対でかいって言ってたもんね。そういうこと、絶対って言ったもんね。絶対って言ったもん。重かったもん、だって重かったもんだって。ナイス、はい、リリースでーす。リリースでーす、結局リリースでーす。ってことで、はい、昼休憩に入ります。はい、初級士2匹でも釣ったね。ユウポン釣ったもんね。キムも釣ったからね。釣った。なんで？目がかり。なんだよ。目がかりのちっちゃいやつね。でも結構大きかったね。大きかった大きかった、ね。だから近所にちょっとお昼ご飯食べに行って、はい、でこれから満ちてくるから、満ちてきたらもっと釣りやすくなるから、はい、その後にガンガン釣ろう。頑張ります。はい、頑張ります。頑張るぞ。頑張るぞ。あ、上なのか下なのか。じゃあご飯食べ行きます。はい、氷顔やんね。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。